1911年1月、退却事件で死刑判決を受けた被告たちが公私刑に処されました。国中の社会主義者を根こそぎ大検挙した退却事件の影響で、日本の社会主義は冬の時代を迎えます。日本共産党の100年、戦前兵その2、社会主義の小さき旗揚げ。冬の時代の中でも、わずかに難を逃れた社会主義者たちは細々と活動を続けました。酒井俊彦は退却事件犠牲者家族を慰問する傍ら、売文社を結成して社会主義者たちの生活の世話をしました。荒畑寛祖、大杉栄、山川仁志らは、文筆などでここをしのぎました。片山千はアメリカに亡命し、現地で同じ移民の日本人と社会主義組織を作りました。彼らは初期社会主義が残した理論的遺産を引き継ぎながら運動の最高の道を探ります。こうして社会主義運動が風前の灯火となっている間にも世間は大きく動いていきました。日露戦争後の第二次産業革命と第一次世界大戦がもたらした大戦景気は日本資本主義を大きく変質させました。重化学工業が発達し、船成金や鉄成金が出現したのがこの時期です。一方、財閥による金融資本支配も発達しました。日本資本主義は独占資本主義に成長し、同時に資本輸出国となった日本は近代的帝国主義国と相なったわけです。大工業が発達するにつれ、大都市とそこに住む労働者の一群が形成されていきます。そうすると自然発生的に労働問題が多発し、1917年には前年の4倍という一つのピークを迎えました。1913年にはキリスト社の鈴木文治によって労働組合友愛会が形成されており、徐々に支部を増やしていきました。このように労働運動も両軍の火のごとく広がっていったのです。時を同じくして、大都市にはある程度知識を持った中小ブルジョワジーや新興サラリーマン層も出現します。彼ら新中系層の人々の独自の要求というものも現れてきました。それがある面では新たな娯楽や情報源であり、中央公論、改造といった雑誌や憲法が流行ったのがこの頃です。多面政治的に現れたのがいわゆる大正デモクラシーでした。1916年頃から大きくなったデモクラシーを求める声は、吉野作造が中央公論に書いた論文から口火が切られました。大山郁夫、長谷川如是観、山川仁志などが論客として大正デモクラシーの世論を牽引しました。このような社会情勢の中で、社会主義運動は復活の兆しを見せます。1915年9月、酒井俊彦は雑誌新社会を創刊し、社会主義の小さな旗揚げを宣言しました。これはマルクス主義に立った雑誌で、創刊号には高畑元幸、山川仁志、片山千、石川三四郎などが寄稿しました。同時期に大杉栄と荒畑寛祖は、賛美歌リズムの立場から雑誌第一次労働運動を発行しています。1917年3月、ロシアで2月革命が起こると、その衝撃は日本にも伝わりました。この年のメーデーには東京の社会主義者30名ほどが集まって召集会が行われ、この席上でペテログラード、ソビエトへお祝いの手紙が作られています。当年11月にはロシア10月革命が起こると、その感慨はさらに大きいものでした。後の労働者作家平沢啓七は、友愛会の機関紙に次のように寄稿しています。私は子供らを抱きしめてこう叫んだ。おい小僧ども、心配するな。お前たちでも天下は取れるのだ。総理大臣にもなれるのだ。いわばロシアの革命は我々に生きる希望を与えてくれたのだ。当時まだ日本にはほとんどボルシェビキの思想は入ってきておらず、ある新聞がボルシェビキ氏政権掌握だという見出しを掲げたという笑い話まであったくらいです。その後徐々に日本でもボル派、
と呼ばれる共産主義者の一軍が形成されていくのです。また10月革命の詳細が分かってくるにつれて、日本の様々な運動を勇気づけていきました。その最も大なるものが1918年の米騒動です。日本の対ロシア干渉戦争、シベリア出兵の影響で米価が高騰する中、富山の女性たちの一揆をきっかけに各地で暴動が起こったのです。米騒動は自然発生的なものでしたが、日本史上空前の大規模人民闘争でした。米騒動は寺内軍閥内閣を打倒し、原敬政党内閣を出現させたことは特筆すべきことです。また米騒動に参加して社会問題に目覚めた者が少なくないことも重要です。後に重要人物になる山本健三、徳田九一、志賀義雄、まさか三蔵などが米騒動で大衆運動デビューを果たしたのでした。米騒動の高揚を受けて翌1919年にはストライキも急増、戦前で2番目の規模になりました。労働者の間では自覚的な階級意識も芽生え始め、地域の労組の結合や8時間労働制を求める協力が始まりました。学生の間では学生運動が勃興し、老学会、新人会、黎明会、民人同盟会などが結成され、不正運動などと結びつきました。このように人民諸階層の運動が高揚する中で、ついに復活した社会主義運動が結合していきます。不正運動では社会主義者、労働組合、学生運動団体が共闘しました。1920年5月には日本で最初のメーデー集会が上野公園で開かれています。この頃には理論的にも前進が見られ、山川仁によって初めてレーニンの理論の紹介がなされました。また1920年には後に日本初の官役となる高畑による資本論が刊行開始されています。このような学運動の高揚の中で、日本にも労働者の党が必要だと思う人々が東方戦争を始めていったのでした。